はい、ということでリリチョーです。今回ですね、オールスタータワーディフェンスっていうマップをやっていきたいかなと思います。簡単に言うと、アニメキャラがタワーディフェンスをするらしいです。タワーディフェンスってわかりますね。前回挙げたタワーディフェンスシミュレーターってあると思うんですけど、ああいう感じでタワーをディフェンスするんです。簡単です。塔を守るんです。守るっていうのをアニメキャラにやってもらうらしいですね。まあ、とりあえずやっていきます。全くルールわからないんですけども、長官、これが多分ガチャか。ジェムみたいなのを貯めたらガチャができるみたいですね。まだもっ、あ、75あるぞ。引けるじゃん。引こうぜ。すごい、アニメーションが。お、クリフィン。おい、光る雲を突き抜け、フライアウェイ。オッケー、なんかグリフィンみたいな手に入った。いいね、クリフィン。とりあえずやってきましょうか。これ装備はできない。インベントリー、こういうことか。装備できる、装備できる。装備しよう。で、なんかね、ログインした時に手に入ったんですよね。これまず、コク。まず、コク手にありました。1秒あたりに10ダメージ。範囲25、ダメージ35らしい。強いじゃん、コク。で、今手に入ったクリフィンが、を1秒あたりに2。で、範囲18、ダメージ13。で、次、ザルト。ザルトがグラウンドタイプで、1秒間に2、なんか名前ぐちゃぐちゃやな、全員な。多分、ストーリーからやった方が良さそうかな。じゃあ、ストーリーやります。気になるんでね、ストーリー。見ていこうか、このナメック星。最初はドラゴンボールの世界みたいですね。ほら、悟空が可愛いねー。可愛い。足パタパタしてるわ。顔めっちゃ怖いけどな。さあ、来ました。始まった。はいはい。これを守ればいいんだ。これタワーディフェンスなんでね。ここ守ればいいんだな。ベノクラってとこ守ればいいんだ。で、これどっから敵が出てくるんだ？ウェーブ15秒後、ノーマル極端なってどういうこと？さあ、500円あるんで、じゃあ一旦、悟空設置しようか。悟空あれあれ悟空どこ？悟空どこで設置できんのこれ。どこなら設置できんのみんな。悟空どこで設置できんの。ナルトは？あ、ナルトいけた、ナルトいけた、ナルトいけた。よし、やれ、ナルト。やれ、ナルト。やれ。ナルト？ナイス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 。やれやれやれ。いいぞいいぞ。ナイスナイス。強いじゃん、ナルト。いいね。悟空どこに置けんの？とりあえず、ナルト設置しますね。ナルトを設置で、こんな感じで、アニメキャラクターが攻撃してくれます。オッケー、完璧。ナルトはじゃあいいよ。クリリンはクリリン。あ、クリリンここに置けるんだ。はい、クリリン置きます。で、クリリンが何できる？多分空の方、ちょっと高めなところじゃないと置けないのかな。強いね。撃て撃て、いいぞいいぞ。クリリン、いけいけ。よし、やれやれやれ。強いね。さあ、クリリンとナルトのおかげでとりあえずやってます。ウェーブ15まであるみたいですね。オッケー。あ、完璧。さあ、お金が入ったんで、じゃあコク出しましょうか。コク、あ、悟空もここだ。多分上じゃないと置けないんだ。はい、多分高台タイプですね、悟空。ほら、なんか溜めてるぞ、ほら。なんか溜めてる。カメアメハ溜めてるわ。やれやれ、クリリン。ダメージはアップグレード400円かかりますね。ナルトは？ナルト200円。はい。ナルトアップグレードしました。ちょっと強いキャラが出てきたね。こいつが？エイリアンソルジャーってやつだ。強い。え、悟空強くね？ナイス、いいね。710円入ったんで、じゃあ、まず、クリフィンを強化。はい、クリフィン強化で、悟空は？悟空は？悟空350円だ。多分1体ぐらい倒せば強化できる。オッケー、それでいこう。頑張れ。はい、溜まったんで、じゃあ悟空も強化。アップグレード。オッケー。範囲が広まりました。さあ、今のとこ余裕ですね。今のとこ余裕。うわ、待って、みんなやべえやつがいる。パワフルってやつがいるわ。強そう、こいつ。めっちゃ強そうなやつよ、俺で。悟空、いけ、悟空。早く撃て。ナイス！いけるかな？ちょっときつくないか？これきつくないか？ナルト置こう、ナルト置こう。ナルト！ナルト置け、ナルト。ナルト、お前やれやれやれ。ナイス、ナイス、ナイス。やれるか？うわ、これちょっと厳しくないこれ。悟空、ナイス、ナイス、ナイス。あとちょっと、あとちょっと。悟空、早く撃て、悟空！早く食べろ！コク、ナイス。え、ギリギリだね。ちょっとこれ危なくねえか、これ。アップグレードどうしよう、これ迷うな。コク設置だな、もう一体。コク設置しよう。さあ、前半はナルトとクリフィンでやってもらって、で、後半でほら、悟空2体がかりでやりましょうか。はい、コクも強化。どうだ、これでやれるかな。まあ、順調そうですね。オッケー、やれてるやれてるやれてる。いいね。な、顔おもれえな、こいつら。全員悟空みたいな顔してんだけど。全員悟空みたいな顔してる。オッケー、完璧。はい、ウェーブクリア、オッケーですね。はい、1000円。金かかんな。600円か。悟空強化で。
クリヒンは？クリヒン700円なんで無理ですね、買えないね。さあとりあえず国王を強化していきましょう。安いんでね。待って、これきつくない？ちょっときつくなってきたね。多分ね、キャラクターがあんま強くないからじゃないかな。ちょっと厳しいかな。さあナルト増やしますか。ナルト増やそう。ナルトを強化アップグレードします。はい、さらにナルト強化しました。これでやってくれるか。いや、ちょっときついか。いや、でもダメージ与えてはいる、与えてはいる。ナイスナイスナイス、オッケーオッケー、完璧完璧完璧。ウェーブクリア。どうしますかな。これナルトさん強化でもいいんだが、まあ国だな。で一旦国強化で一体安牌で、でキャラが出たら買いましょうか。はい、じゃあクリリン設置。ただこっち側に来た時にクリリンに対応してもらいましょう。さあウェーブ7なんで今折り返し地点まで来たんで、これやってくれる気がするんだが、どうだろう。これでやれるか。頑張れ頑張れ。クリリン効果400。はい、クリリン強化。ほら、もうこっち側のクリリンが対応できなくなったんで、はい、後半組で対応してもらいましょう。お、やれたかな。完璧完璧。キャラはこれ以上増やさなくていいか。これキャラ増やすよりは一体ごとの強化をした方がいいのかもしれないですね。どうなんだろう。ナルト設置します。さあどこまでやれるか。あ、一応対応はできてるな。いや、数がえぐい。待って、嘘でしょ。おい、みんな、パワフル5体ぐらい来た。ちょっとやばいな、これやばくねえか。これやれるか、俺らで。本当にやれるのか。いけるな、いけるな、いけるな、いける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 。さすがにいけそうですね。完璧、素晴らしい。700円、じゃあクリリンアップグレード。あ、クリフィンだった、ごめんなさい。はい、クリフィンアップグレードします。 OK。 ウェーブ系も余裕そうだな。やっぱクリフィンが強い。クリフィンがこれ1000か。1000なんで無理ですね。600じゃん。はい、600。なんか違う技になってる。紀炎山になってる。みんな技が紀炎山になったんだけど、いいね。おい、クリフィン紀炎山使い出したぞ。いいね、素晴らしい。よし、この調子で紀炎山打ってもらおう。頑張って。ワンチャン紀炎山よりこっちとか強いんじゃないの。どうなの。まあ、ギリギリやれるかな。オッケー、やれたやれたやれた。クリフィン強いじゃん。オッケー。食らってるこれ。あ、食らってるな。あ、結構ダメージ与えてるぞみんな。ほらほら、40、50ぐらい与えてる。はい、ナルトも強化しましょう。はい、ナルト強化。はい、ナルトほら多分キュービ化してる。ほら、ちょっと赤くなってる。多分キュービ化してますね。さあザルトを強化。ザルトが1000だから、やっぱコクだな。コクを強化しよう。さあパワフルキャラも やれるな、やれるな。よしよし、完璧完璧。待って、じゃあコク強化するわ。はい、強化。800円で強化できる。安いっすね。範囲クソ広くね、コク。まあ、コクは範囲が広いんだな。で逆にクリリンさんは、クリリンは範囲が狭いけど多分ダメージタイプだな。ダメージ型だ。でザルトは地上タイプだからね、もともとダメージが少ないと。だこれ遠距離系だね、多分。コクは多分遠距離系だ。悟空、悩むな。やっぱ悟空強化だな。安いから買います。はい、国強化。国強化しました。で残りは多分ここら辺のザルト。いやー、どうしよう。いや、ちょっと対応しきれなくなってるな。これ他のキャラ設置するのもありだぞ。もうちょっと様子見るわ。やばそうだったらキャラ出すわ。無理だね。無理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 。出す、キャラ出します、キャラ出します。はい、2体追加した。これでちょっとやってくれるか。でもこっち側の悟空とあのクリリンがやってくれるんで対応はできると思うが、どうだ。やれるかな、やれるかな。やれた、危ね危ね危ね。なんとかやれた、なんとかやれた。ちょっときつなってきましたな。ちょっときつなってきたで。はい、強化。もう前半に勝負仕掛けようぜ。強力型、まあ強いナルト2体設置で、まあクリリン2体設置だから、まあ後半になってくると厳しいんだけども、前半部分でやってくれるとありがたいね。もう前半で片付けてもらおう。やばいね、どうしよう。キャラ強化するのが先か、キャラ出すのが先か、悩むな。これは悩むな。こうだな多分。いや、ちょっときついか、これ。やらかしたかもしれん。700円貯める、一旦。アップグレード。これで届くね、届く届く。で、ナルト大量設置が一番いいだろうな、多分。こっち側強化やな。こっち側強化します。こっち側のナルト強化でなるべく減らしてもらって、後半ちょっと、クリリンで対応するっていうのが一番いいかな。何こいつ。
棺桶ダンス。これこっち側強化するべきなのか前衛のキャラを強化するのかで多分変わってくんな。ちょっときつくなってきてるんよな。でも早めに悟空設置しとくべ。 OK 悟空設置しました。である程度強くなったんでここからやれる。多分やれるんちゃうかな。ここまでやればあと2ウェーブ分、あと2ウェーブやれるかな。微妙いな。はい、ナルト強化2ウェーブ耐えれるか。このキャラたちでやれるかな。微妙いな。13ウェーブでここまで来てたから多分14で多分ここまで来るので、ね、だから微妙ギリギリクリアできるぐらいじゃない。このままいけばちょっときついぞ、ちょっときついぞ。みんなみんなきつすぎる。待ってくれ待ってくれ、タイム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 、きついきついきつい。悟空悟空ナルト設置。待って待って、数がえぐい数がえぐい。みんなうわこれやべ、大丈夫か。よしやれ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 、ギリギリやれるかな。あマックスプレイスメントだ。もうこれ以上置けない。あでもいけるかな、いけるかな。はい悟空強化。はい15ウェーブ来たぞ。これラストだ。とりあえずアップグレードしまくるわ。多分後半からきつくなってくるんで、後半にいるやつらのアップグレードしていきます。ガンガンこれ1000、1000、あ、全部1000だ。あー、全部1000だ。全部1000いる。いや、きついなー。どこまで減らせるかやぞ、前半部分で。待って、これボス出てくるんちゃう？これボス。ボス出てこない？大丈夫？悟空設置。あ、悟空さらに設置します。やれ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 。諦めるな。諦めるな、絶対。やれるぞ。諦めるな。入ってるぞ。入ってるぞ。やれやれやれ。危ない。無理だってみんな。みんな無理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 。嘘だろ。いやきついってこれ。あタスクか。よしもらえるか。オッケー、いっぱいもらった。ジェムいいね。召喚1回分。うわーこれギアフォースのルフィ欲しい。行こう来い。えリビリア、なんでリゼロなんでリゼロが出てきた。ジャンプ以外にもリゼロも出てくんの。はい、リミリア出てきました。素晴らしい。プレゼントのお届け。こいつは？あ、来た。雪だるまもらった。雪だるまつく。え、ウルトラレアスノーマン V だって。何それ。タスクがまたもらえた。はい、オッケー。またジェムもらった。え、どうしよう。困ったな。これどれ装備したらいいんだ。ナルト外すべ。ナルト外して入れよう、これ。装備。オッケー。え、これめっちゃ良くない？ 200 円で買えるの？めっちゃいいじゃん。1秒あたりに4で、420に13。あー、これ完全にナルトの上位互換だな。スノーマン5。あー、リミリアは範囲が広いんだ。13ダメ。35ダメ、13ダメ。クリリンとかと同じか。さっきクリリン使ったんで、クリリン外してはリミリア装備します。オッケー、多分クリリンとリミリアが同じようなタイプの人間ですね。なんでじゃあキャラクターを変えてから再チャレンジしましょうか。とりあえずさ、スノーマンの能力見ようぜ。スノーマン何ができんのお前。さっきは空中の敵。え、一発でやってるみんな。強くない？あ、強い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 。スノーマン役に立つじゃんお前。地上系のキャラにはやれるみたいですね。じゃあこれ新しく追加したエミリア設置します。あー失礼、リミリア。あ、氷系だ。いいね。パックを使って、ほら、パックを使って攻撃します。素晴らしい。いや、またこれ地道にやってきます、これ。皆さん、終わりました。あれ？なんでだ？お、待って、俺、クリリンの方がいいんじゃねえか？おい、さっきの方がスムーズにいってるぞ。これ、あれだな、パワフルってやつが、なんかね、キャラクターを必ずレベル2以上にしないとダメらしいんですよね。終わった。あー、でも大丈夫か、大丈夫か。あー、でもよかった、よかった。生き残った。あぶれ、106だけ余ったわ。危ねえ、そういうことね。ちょっと、なんかさっきよりなんか苦戦してねえか。大丈夫か、俺ら。あれ、スノーマンのせいもしかして。おめえが悪い。おめえのせいか、スノーマン。おめえがやらかしたか。まあいいや、とりあえずガンガンやってきますね。まあまあ、継続してやってきます。ちょっと怖いですね。これ、今後が心配ですよ、皆さん。はい、ということで皆さん、13ウェーブまで行ったんでやっていきたいかなと思います。こんな感じで、スノーマンをそのままフルで設置して、エミリア2体をここで、悟空3体っていう配置ですね。で、今のとこ順調なんだけど、ちょっと後半にまで詰めかかってきてるんで、やり過ごせることができるのかが見物って感じなんですけど、
どうしますかねこれ。悩みどころだよね結局。だからどのキャラを強化するかで変わってくると思うのね。強化、遠距離系の悟空とかを強化していった方がいい気がする。中盤で畳みかけるべきなのか後半を固めるのかで今悩んでますね。あ、13ウェーブまではキャラ強化でいこうか。お、強い。エミリア、エミリアめっちゃ強い技覚えとるやん。さあリベンジ戦なるかっていう感じですね。 OK ナイス。750、悩む。キャラ設置した方がいいのか悩む。強化かな、キャラ強化します。さあ後方部隊がどこまで詰めれるかやな。いやーでもうわーちょっときついか。やっぱこうお前雪だるま弱えよ、お前帰れよおめえマジで。雪の国に帰れよおめえ、ナルトの方が強かったわ絶対。マジ雪の国帰れよお前。おい弱えってこいつも、みんなもう雪が弱い。おいナルトの方もうふざけんじゃねえぞ。おいこれクリアできねえじゃねえか一瞬。おいもう無理だってもうクリアできねえって。待ってこれレベル1だよみんな。最初のステージでこんなむずいの俺一生クリアできる気しねえんだけど。95なんで一回引けるね。おい。きた！はい、ミスターグリーン来ました。いや、タイトル付けクソ適当やけどな。ミスターグリーン。オッケー、ミスターグリーン手に入った。ダメージ320だって。おい、これ絶対いけるべ、みんな。はい、ということで、無限モードやって、なんか、ヌーブスキーになってる。なんでこれ、どこのルートで来るかやな。すげえ入り組んでんな。バカひれえじゃん。どうしよう。ピッコロさん置こう。やば、何このピッコロ。何こいつ。すげえすげえ、何これピッコロさん強くないこれみんな。ねえ。これ食らってる？あれピッコロさん？ピッコロさん。あ、食らってるか。食らってんのか。待って、ピッコロ、ピッコロさんクソ強えぞみんな。おい、ピッコロが強すぎるんだけど。おい、ピッコロだけでやれよ、おめえマジで。こいつだけでなんか全部やりきってるぞ。ほら。これ超強えじゃん。なんかやべえやつできた。ああ、なんかウェーブガンガンクリアするわ。ピッコロだけでいい気がしてきたんだけど。どういうことだよ、マジで。とりあえず、ピッコロに頑張ってもらいつつ、待って、悟空どこ置けんの？ここ置けんのか。ここ設置。置いてくね、ガンガン。やべえ、超強えんだけど。やべえんだけど。おい、ピッコロ一人で全員やってるぞ。どういうことだよ。おめえ一人で十分なのか。ほら、なんか全部終わってんだよ。どういうことだよ。ウルトラレア強すぎやろ。おい、じゃあピッコロが、いけ、お前に託す。ピッコロ、お前が全部やるんだ。お前一人でクリアしろ。おめえ一人で一生クリアしとけ。あ、ルフィだ、ルフィ。ルフィも来た。いいねー。さすがですねー。これピッコロ大量設置すればええやんじゃん。なあ、みんなな。これピッコロさんさ、大量設置すればよくねこれ。置いてさ、こうやればええべ、これ。ピッコロだけでなんとかなりそうなんだけど、みんな。今んとこ一人でやれてる。ほら、もう一人で全部やれてるわ。一人で全部やれてます。で、こいつがやってる間に、これ後ろのピッコロもほら、ピッコロロード作ろう。ピッコロード。はい、まず第一ピッコロ。はい、これ第二ピッコロ。これ第3ピッコロだな。で、第4ピッコロ、第5ピッコロあたりまで作っとこうか。第5ピッコロあたりまで作っときたい。万が一のためにね。で、多分こう来るから、ルート的に次どこ来るんだこれ。こう来るんやな、多分な。こう来て、はいはい、こう来るから、ルート的には次のピッコロードはこっちだな。ここら辺に設置しようか。はい、ピッコロード設置。素晴らしい。はい、ピッコロードで全てやれてますよ、皆さん。やれやれ、頑張れ。やれ、ピッコロ。頑張れ、ピッコロ。やれるぞピッコロ。金が貯まったら置くぞ。はい、一応この配置でいいんじゃない。何体設置した？ 1,2,3,4,5,6 ピッコロか。確かさ、ピッコロ8だよね。あと2体ぐらい置けるんちゃう。あと2ピッコロ置ける。2ピッコロどこに置くかやな。うわー、でもちょっと橋早なってきたんな。でも大丈夫です。ピッコロの壁が阻んでますよ。ピッコロの壁が阻んでるぞみんな。さすがレアキャラだね。もうこれでなんとかなりそう。なんかずーっとこれでなんか一生いけそうな気がしてならんねやけど。無理なんやろうな、多分な。途中で積むんやろうな、これ。あ、待って、これ積んだんじゃないこれみんな。あ、これ終わったかもしれん。悟空みんなどうしよう。悟空が出せなくなっちゃった。終わっちゃった。これ悟空出せねえから、これ見とくだけだぞ、俺らは。
おい、眺めてんじゃねえよ、おめえよ。やれるだろうがよ、おめえよ。技的に上狙えるだろう。技的に上狙えるだろうがよ、お前狙ってくれよ。多分ね、これ、悟空見てる感じさ、ダメージどんぐらい与えた？全然与えてないね。多分無理だね。はい、ということで、いかがでしたでしょうか、皆さん。もう多分これ積んだんで、もうエンディング取りましょう。もうこれ以上お金ほら、増やす方法がないんで、積みました。まあ、キャラクター売ればいいんだけど、もういいだろ。もういい、まあいいだ。動画も長くなったから、この辺にしときましょう。ね、ピッコロード、いいですね。やっぱレアなキャラが手に入った瞬間、世界観変わるんで、まあ一旦我慢なら、序盤はちょっと苦戦するかもしれないんですけれども、まあ諦めずに、あの、ミッションとかをこなして、あの、お金貯めて、ガチャを振って、このレアキャラが出るまで頑張った方がいいのかなと思います。はい。ぜひとも皆さんね、やってみてください。そんな感じで、まあ、今回の動画を終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おつー。